皆さん、おはようございます。クワガタブリーダーのアニアです。今日の動画なんですけど、7月27、28、岩手県奥州市、江差市、藤原の里で行われる虫マルシェ、昆虫販売展示会の裏側について動画を撮影していきたいと思います。今回のイベントなんですけど、今年で3年目ということで、27、28日で、2日間にわたってイベントが行われます。それで、その2日間に、まあ、僕の裏側撮るか迷ったんですけど、またまたね、岩手三大店の元ってやつが、我が家にね、泊まりに来るので、で、そんでライトとかやるっていう話なので、まあ、その裏側もね、撮っていきたいと思います。イベントでは、ちなみに28日とかに虫神器の大会だったり、ありますし、なんかクワガタカブトムシの販売展示だけではない藤原の里さんとのコラボイベントになっておりますので、その辺もね、もし撮影できたらね、撮影していこうかなと、裏側ね撮っていきたいなって思っております。それではね、オープニングはこの辺にしといて、早速本編に移りたいなと思います。それでは皆さん、今日もよろしくお願いします。はい、今日も元と一緒にライト撮ってます。狙うはオクワガタです。今天気は、まあ、曇ってて、先ほどまで雨降ってたかなって感じです。で、湿度はかなり高くてですね、すごいムシムシしますね。結構虫飛んできてて、早速なんですけど、アカアシのねペアがすぐ飛んできました。これはめちゃくちゃ幸先いいんでね、大クワガタ取れるんじゃないかなって思ってます。じゃあ、それじゃあ他のクワガタ取ったら撮影したいと思います。オオミザオっていうのが飛んできました。この子はオスらしいです。触覚が太いのが、太いのがオスらしいです。飛んでちゃった。なんか歯音がすると思ったら、なんかこのクワガタのメスがくっついてました。なんだこれ、これはなんだ、これはミヤマのメスですね。まだオスは飛んできてないんですけど、もしかしたらシーズン過ぎたかもしれません。ミヤマのメスゲット。元、これ何、これは赤エゾゼミ。目が赤いから、いや、そういうわけじゃなくて、エゾゼミと比べてなんとなく体が赤っぽいから、多分赤エゾゼミ。普通のエゾゼミとか、あと小エゾゼミってやつと比べると、あんまり見かける機会は多くないから、見るとちょっと嬉しいですね。へー、珍しいやつなんだ。うん、そんなにいっぱいいるわけじゃない。なんか、この背中の模様、なんか魔人ブーのあれみたいな。こいつはこれ、ヒグラシです。メスなんだ。メス。これ美味しいの。うまい。うまいんだ。セミの中で一番うまいよ、ヒグラシのメス。ヒグラシのメツが元いわく一番うまいらしいです。一番うまいと。解説ありがとうございました。はい、今日はね、イベント終わりというわけで、まあ本当は虫取りに行きたいなって思ったんですけど、天気がね、悪かったんで、じゃあ、どうしようっていうことで、元に僕の虫活、押し付けようと思います。押し付けられます。はい。実は、あることをやってもらいたいなと思って、はあ、元ってまずどういうブリーダーかというと、トビクワガタとか、まあ、小型種を飼育してるんですよ。その元に、スマトラヒラタン、超特大幼虫のね、禁止便効果をやってもらおうかなと、思っております。それでビビってもらおうかなって、こんなでかい幼虫見たことないみたいな感じになると思うんで、
じゃあ早速やっていきましょう。まあ好きなやつからやってってください。どれでもいいよ。ちょっといきなり幼虫スペンス刺して殺してもらうかもしれない。あ、それはマジで勘弁してほしい。じゃあそういう人間にこういうこと言うのは変かもしれないですけど、自分の虫だと思ってってください。押し付けといて、押し付けといて。自分の虫の世話を押し付けといた挙句大切に扱わないと殺すって、あまりにも理不尽じゃない。元ならこういう配信するよみたいな感じでやってもいいかもしれない。今日は好きにやってほしい。あの幼虫を傷つける以外やったら好きにやってほしい。幼虫傷つけるのはダメなら捨ててもいいんだね。捨てるのもダメ。その元のリアクションとかもちょっと楽しみ。おお、でけえ、やばくね。おお、すごいすごい、よく思い触るね。え、噛まれるぜ、危ないぜ。よくね。リアクション薄。リアクション薄。これ結構いいんじゃない。ね、一応はい、ゴー。おお、で食感をさらに、おい食感を2人、おい食感、はい。じゃあ2匹目いきますか。掘った、おお、おお、頭でよくね。見えてきたよ。あ、でかくないこいつ、さっきの答え。うん、さっきのやつなんかでかい気がするね。うん、大丈夫。おお、すごい。うわあ、音がやばかった。なんか出すんすよ。うおお、音がやばかった。うっ、すげえ。わかりますか皆さん。うわあ、怖い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 。これはでかいんじゃない。これめちゃくちゃでかいっすよ、これ。体重何グラムだと思います皆さん、これ。これマジでやばい。50グラムはいってるよね、いってると思う、うん、すっごい。うわっ、おお、すごいすごいすごい。これはすごい。おお、すごいすごいすごい。これ食べ方とかもいいもんな、これ、うん、いや、これすごいよ、すっごい。いつもね、僕が毎週やってる産業取り出しをね、今日は元にやってもらおうという。数多いですよ。ね、メスっぽいのが8匹、メスかオスか分からんのが。メスかよ。分かんない。あ、オスもいる。オスもいるよ、もちろん。オスは1匹いる。これさ、おい、ちっちゃいオスにゃん。ちっちゃいオスにゃん。キモ。なんでこうなるね。なんでメスかと思ったらちっちゃいオスやん、うん、これがクワガタシートの難しいところであるんですかね。今の素晴らしいね、あのリアクションでした。さんあのやれって言われたんでやりました。そうそう、事前に言ってあるんだ、配信前で。もしいたらやってって。いや、元の珍しいね、あの気色悪い声聞けましたよ。じゃあ次はこれで。これオス出たら絶対やんなきゃいけないからね、これ。いや、俺もオスいるかどうか分かんないから、本当に嫌な縛りルールだな、うん、どう、オープンした、どう、これみんな気になるからね、これ。お、え、まあ視聴者はみんな分かってないから、ちょっと見せてから言わない。もうやんなきゃダメ。いや、もちろんもちろん。いや、だって俺毎回やってるじゃん、毎回。いや、まず手に見せなきゃ、ね、手に見せなきゃ。もうわかんじゃん、ここでさ、ほら。俺の方が見えないもん、って。わかるじゃん、これ、ほら。え？この段階で。視聴者見えてないから。まだわかんない。視聴者見えてないから、視聴者。とりあえず。で、これ、ちっちゃいオスちっちゃいオス震えてる。危ない、危ない。これめっちゃちっちゃいオスやん。なんでやねん、もう2匹連続ちっちゃいオスで。おっと、あ、ちょっとわかんないの、これオスかメスか。俺からはちょっと見えなかったな。まあ、元のリアクションでわかると思うんですけど、皆さんは。あー、これママちっちゃいオスやん。ママちっちゃいオス、これあ、ちょっとさっきよりは大きいオスやん。さっきより大きいやん、こいつ。多分羽化したら60ミリ前半かなっていう感じですね。今日遅いな、なんか。いいな、ちょっと面白いな。ゴミなんだけど。ただゴミゲームになった。まあ今日大会あるからな。まあ、こちらは出るかわからんが、出れたらね、まあそのための、今、修行中でしょ。浮かしちゃったことかもね。もう大人になってしまったんかもしれない。ああ、可能性あるか。
こっちとか言ったらね。うん。不在ですね。あれもうだよ。早っ。ただいま。何の成果も得られませんでした。もう一回壁外遠征に行ってこい。お使い、お使い行ってきます。壁外調査で。行ってきます。調査兵団行ってこい。得られませんでした。うん。たか。ごめんなさい。何撮ってるのマジで。あ、動画のネタだから。あ、こ裏側も撮ってるから今回も。うん。ライトのあれも撮ったし、武士神器とか晩飯のあれとかも全部撮ってるよ。マジか。いかがだったでしょうか。まずはですね、ここ2日間たくさんの方々に来ていただき本当にありがとうございます。ムシジンギの方はね、別会場だったんで全然撮影できてなかったんですけど、カブトムシクワガタムシのね展示販売ということで、まあ、僕のねハランドゥス購入してくれた方、まあ僕に話しかけてくれた方、本当にありがとうございました。で、告知なんですけど、実は8月10日11、12とまたあります。今回はまあ前半戦みたいな感じで、8月10日なんですけど、ビートロンさんの社長、大原社長が来てですね、まあ、僕たちと一緒にクワガタカブトムシ販売するっていうことなので、まあ、8月10日はね、さらにね、盛り上がるんじゃないかなっていう、僕らがね、置いてある虫たち以外の生態もね、並ぶかもしれないので、ちょっとその辺僕的には熱いかなって思っております。そして8月11日、12日にまた虫神器の大会ありますので、まあ、虫神器興味ある方はぜひね、参加していただきたいなと思います。虫会社に来場された方には、虫人形をね、プロモーションカードを配ってたりしてますので、そのプロモーションカードを使ってね、大会出てもいいんじゃないかなって思っております。はい。今回ね、前半戦はタランドゥス13ペア持ってったんですけど、まあ、次ね、8月10、11、12日は、もっとね、タランドゥスをね、持っていきたいなって思ってますんでね、ぜひね、兄やマメちゃん元の子ね、生態をね、購入して話しかけていただけたらなと思っております。はい、それじゃあ、この動画最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。それではまた8月10日、11、12、もしよろしかったらお会いしましょう。そして、次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。